日比野さんです。こんばんは。今日は、8月30日、ごめんなさい、30日月曜日です。もう、あ、細井さん、はい、聞こえますか？はい、聞こえてますが、こちらの音声が大丈夫か心配です。はい、多分マイクで拾ってるので大丈夫だと思います。はい、Zoom で、はい、はい、今日ちょっと久しぶりに Zoom のトラブルがあって、ちょっと配信が一瞬だけ遅れましたことをお詫び申し上げます。すいません、お待たせしました、はい、うん、すいません。今日はあれですね、Zoom ってことであれなんですけど、こっちは暑かったですけど、そっちも暑かったですか？今日僕はギリギリまで宇和島にいたんですけど。あ、そっかそっか。大体宇和島の、はい、感覚なんですけど。あ、そうですね。うん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 。あ、いいんじゃないでしょうね。そうですね。お疲れ様です。はい。宇和島市は市議会選挙があって、あ、そうですか。はい。で、昨日投開票があってですね、はい、新しい、市議も2人ほど誕生しました。はい、うん、はい、で、前出演していただいた、はい、吉川さん、はい、はい、見事に、そう、当選ですよ。そうなんです。前回、前回の市議選にも出てるんですけど、まあ、その時はちょっとだけ足りなかったんですけど、でも今回はもう本当、西日本豪雨の後からの吉川さんの活躍っていうのがすごくて、で、まあ、周りの皆さんからの支持もあって、はい、はい、今回見事当選。富士の町富士の前にいつもね、立って演説されてました。あ、そうか、ホテルから移動されたりするときに見られる感じでしたね。ね、いや、僕一回まだ上げてきて、ちょっと気づいてましたか？なんか一応気づいてはくれましたけど、もっと来てるかどうかは。マスクつけたな。そうですね、でもやっぱりああやってね、毎朝あそこ立ってやっぱりね、頭下げるだけでもすごいなと思いますよね。そうですね、大事なことですね。すごいなと思って、僕も見てましたし、僕も5回ぐらい窓開けてこうやって手振りましたけど、はい、はい、まあ、大谷さんもそのうち出られた。いや、僕も今のところそんな予定はもう全く今のところはないですけど、はい、いけそうな気がします。いや、僕なんてもまだまだ宇和島ひよっこの人間の一人なので、はい、もっともっと、ね、皆さんのこと知って、皆さんとつながってね、はい、まあ、そんなことが来れば、まあ、何か人肌に脱ぐこともあるかもしれないですけど、まあ、今のところは、はい、ビジネスで精一杯です。あ、なるほど。はい。まずはそうですね。はい。はい。ありがとうございます。なんかすごいいいニュースがありまして、愛媛県出身のパラリンピック の、選手で、山口さんという、水泳ですねの選手が世界シーンで金メダルを今回取ったっていうことで、すごい愛媛新聞にもダーンとトップで出てますけど、いや、もうもちろん、いや、先日もなんかお話ちらっとしたと思うんですけど、平泳ぎでね、はい、本職というか、うん、平泳ぎではもう相当な結果が期待できるっていうお話を実は何日か前にしたはずなんですけど、はい、うん、見事、ね、期待に応えていただけて、はい、聞こえますか？うん、聞こえてますよ、大丈夫ですよ。はい、今日音声がね、ちょっと怪しい。ちょっと音質は悪いと思うんですけど、はい、はい、ちょっとマイクで直接嫌ってると思うんです。そうなんですよ、マイクで、このマイクでパソコンから出てる音を直接嫌ってるので。そうですね、
ちょっと僕、まあ、あんまり喋らないような人が。でも一応あのシステム上上がってるので、はい、ちょっと逆に僕の方声の方がでかすぎるからちょっとあれかもしれないですけど、ちょっと抑え気味で喋ります。あ、そうですか、はい、あ、午後もじゃあ頑張って一応喋りますけど、はい、ちゃんと伝わってるんですか。はい、そうです。あとはあの YouTube で確認もしておいてください。はい、あの大丈夫です、スタッフの方がされてます。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。そうなんですよ、平泳ぎではですね、うんうんうん、まあそもそもあの活躍が期待されてたと思うんですけどね、うんうんうん、はい、この期待通り答えられます、うん、うん、そうですね、うん、うん、すごくやっぱりね、あの嬉しいですよね、愛媛県出身の方がこうやって活躍されてるっていうのは、ね、うんうん、はい、まあ男性金ですからね、はい、今日実はなんかアーチェリーの方とか、はい、柔道の選手とかもあの実は出てるみたいなんです、ちょっと僕結果が拾えてなくてちょっと事前に拾おうかと思ったら、結果にはどうなかったんですけれども、うんうんうん、まあすごい頑張って、うん、まあ、柔道なかなか感動的な、うん、やっぱりね、感じでしたよ。あ、そうですか、見られましたか。はい、見ました。おお、うん、まあね、惜しかったりもしたんですけどね、うんうんうん、いや、まあでも本当出し切ったなっていうような、うん、はい、見ててもそんな感じはしました、うん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 、まあ今日はあれですよね、小瀬さん、あの特集というかお話なんですけど、はい、あのまあ、こうやって金を取る方がいらっしゃったり、まあ、そうやって途中で、まあ、あの金メダルには届かないけれども一生懸命、うん、その、ね、あの競技をされたり、まあ、そもそもがもうパラリンピックというところに立つこと自体がすごいことだなと思いますし、そうですね、まあ、そういうところで、まあ、パラリンピックのことについてちょっと僕と総勢さんでお話をしてみようということにして、そうですね、はい、させていただいて、あの一応 V をね、はい、作ったんですけど、はい、今日あんだかんだでなんかちょっとネットのトラブルもありまして、はいはいはい、今日はちょっと出せなさそうなんで、うんうんうん、はい、ちょっとテーマをずらしてこのまま行きますかね、はい、そうですね、うん、今日は実はまあちょっとそういう雰囲気を出していえ、パラリンピックの雰囲気ですか。そうです。はそれを、まあ、というのは、はいはい、あのまあ、僕もスポーツ指導というかね、うんうん、はい、一応その卓球の、まあ、上級指導員という資格も持ってまして、お、まあ、実際あの自分でやってる同じクルー等で指導とかしているんですけど、うんうん、はい、まあ、そういうスポーツ指導という、まあ側面もあってですね、はい、まあ、パラリンピックっていう、まあ、もちろんオリンピックもそうですけど、まあ、注目はしていると、うんうんうん、いうところでちょっと それっぽい格好、監督っぽい格好をしていたわけです。おほほ以前はそれを着て指導してたんですか。そうですね、あの子供たちの大会の時とか、うん、まあ、大体こんな格好でこうベンチに入って、うん、まあ、指導してもともと細井さんも卓球やられてたんですか。いや、もともとっていうことはないですね。もともとはテニスが好きでずっとやってたんですけど。あ、そうなんですか。まあ、もう年齢的、体的なこともあって卓球に転向したんですけどね。あ、はい、まあ、そこから、まあ、卓球の指導、まあ、子供が卓球するっていうこともあって、はい、まあ、一緒に勉強っていう感じでしたかね。あ、そこから一緒にやって、ね、上級指導者まで行ったんですか。そうですね、はい、上級指導者になるにはやっぱりいろいろなこう試験みたいなのがあったりするんです。あ、そうです、そうです、あの講習をですね、うんうん、あ、そうだ、思い出した、高知県です。お、高知県 にあの泊まって、はい、その専用の指導講座を受けてですね、おうおうおう、はい、あ、何個取りましたね。わざわざ高知県に行かなきゃいけなかったんです。今も高知県に行くんですか。じゃあそれ取るたびには。今は行かないですけど、うん、まあ、僕が受けた時、あのね、高知では有名な明徳義塾、はいはいはい、はい、卓球部の監督さんたちも一緒にいらっしゃった、うんうん、はい、あ、そうなんですね。
で今は愛媛県でそれ取れるんですか。いやどうでしょうね。今は逆にコロナでオンラインで、なんかこう講習資格みたいな、はい、取れたりしてますけれども、まあ、本来はその技術的なこともあるので、はい、まあ、集まって講習した方がいいですね。あ、今ちょっとコロナということもあって、はい、やってないんじゃないですかね、集まっては。そうですね、そもそもがじゃあ試験すらできてない可能性もあるってことですか。そうですよね、そうですかね、まあ、そこはちょっとあるんですけども、まあ、ややこしい世の中になってますね。やっぱり上級取るのは難しいんですか。そうですね、まあ、難しいというか、まあ、講習受けてある程度知識があれば、まあ、とあ、そうなんですね。あ、じゃあ審判もできるっていうことですかね。じゃあ審判はですね、それはそれでまた別の資格があってですね、まあ、審判の講習、そうなんですね、まあ、そっちはそっち別であるんですね。まあね、卓球、まあ、僕の場合は卓球ですけど、まあ、今回ね、まあ、水泳でもそうですし、はい、まあ、いろんな競技の中でね、はい、まあ、特にその今パラリンピック、まあ、たまたまというか、ね、ちょうどやってますので、パラリンピックというテーマで、まあ、いろいろ深く考えてみようじゃないかということで、はい、まあ、今日の企画ということですね。はい、まあ、いろいろ VTR でお話をしたんです、はい、で編集もしたんです、はいネットでダメ、あ、間に合わなかったってことで、ちょっとファイルが届かない、はい、え、今日どうします、その話を、まあ、V には撮ったんですけど、はい、ま、V はとりあえずも忘れて、うん、もう一回僕らがお話したような内容をここでお話しする感じでいきますか。そうですよね、なんか言い忘れたこととか、はい、あれば、はい、そういうのを中心にやってみたいと思いますけど、はい、ちょっとテーマずらしますね、じゃあ、はい、はい、お願いします。もうじゃあちょっとずらすので、ちょっと変なこと言ったらごめんなさいこちらこそ、はい、はい、体がね、はい、まあ、不自由が、まあ、僕も腰が痛かった、まあ、体不自由な時もあったりするんですけど、やっぱりそれの、競技だけでも大変なんですね、やっぱ日常生活でも大変なことってあるじゃないですか、特にパラリンピックとかね。ああ、そうですね、まあ、そういうところでね、やっぱり僕が注目するのは、サポートする人たちのことが結構やっぱ気になるんですよ。まあ、僕ら、まあ、さっきから言ってますけど、はい、指導者たちがいることもあるんですね、でなおかつ、まあ、子どもの、それも指導もしてたので、だから、まあ、子育てであったり、まあ、その延長で、競技の指導だったり、その支える大変さというか、はい、まあ、その辺はすごくこう目がいくんですよ、はい、まあ、今日そういう話もちらっとさせてもらったんですけど、まあ、今日は、今回は、まあ、ちょっとずらしてですね、お世話される側、要するに選手の方に、はい、ずらしてみようと思います。はい、はい、で例えば、車椅子に乗っていい、すると、まあ、自由に歩けないんですよね。はい、ということは、何かしら、まあ、環境的、あるいは人の世話になったり、で手を貸してもらわないといけなかったり、まあ、簡単に車を乗ると、難しいでしょうし、はい、何かしらこう家族か友人か誰かのサポートを受けることになると思うんですよ。はい、でそういう、その、なんていうかな、してもらう側の気持ち、そんなところにあんまりスポットが当たってないかなと思うんですよね。はい、まあ、サポートする側のね、まあ、
サポートしてもらっても当たり前ではないじゃないですか。うん、はい。やっぱりこう善意であったり愛情であったりがベースになって、うん、で手を貸してくださる、はい、いうんですよね。え、うん。で、まあそれお互いにそれは当たり前じゃないし、うん、やっぱりいい関係がないとそうやってできないじゃない。うんうんうん、はい。うん。で、まあ V でも言いましたけど、まあ自分の経験でもね、まあ、一応子供も健常者ですけど、うん、なかなかその成長期ですね、思う通りにならないですね。うん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 、はい。面倒見る側にしても、はい、まあおそらく本人でもね、うん、ぶつかることがあればうまくいかない、うん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 、ね、結果が出なかったりしてね、うんうんうん、それがさらにパラリンピックになるともっと大変だと思うんですよね、うん、はい、当然です、うんうん、で、まあ、当然ではあるんだけど、そのケアしてもらう立場としてはちょっと辛いんじゃないかな、うん、僕だったら結構辛いなと思ってるんですよ、はい、うん、お二人さんがもしね、うん、ハンディキャップがある立場だとしたら、うん、どうですかね、うん、例えば親の世話とか奥さんの世話とか、うん、そういうのを余儀なくされる場合にね、うんうんうん、どんな気持ちかなと思うんですよ、うんうん、いかがですか。そうですね、どうなん、とりあえずそうなってしまった自分を受け入れるのに時間はそれなりに多分かかると思うんですよ。あ、まあ、まずはですね、自分との、はい、はい、だから子供からこう大人になる過程、成長の中で、まあ、いわゆるうん、普通の僕らだったら思春期っていうのがあるじゃないですか、うん、そういうところになったときに余計に、ね、自分の自由が利かないっていうところに向き合わなきゃいけないことがすごくあって、まあ、もちろんそういう方っていうのももともと小学生の時ぐらいからもともとそれに向き合いながら毎日生活をしてるでしょうから、まあ、向き合っていると思うんですけど、また思春期になった時の向き合い方とそのちっちゃい時の向き合い方ってまたちょっと違うような気がして、そのまず向き合ってそれをまず自分で受け入れるっていうかところが多分一番乗り越えなきゃいけないハードルなんだろうなとはなんとなくですけど、僕自分がそうではないのであれですけど、うん、そこが一番大変なんじゃないかなっては思う。で、で、まあ、そこからね、前向きに頑張ろうってなった時に、はい、まあ、そこもやっぱりサポートが必要な、うん、うんうんうん、まあ、その辺のね、何ていうかな、人の手を借りなきゃいけないという葛藤、うんうん、まあ、そういうこともあると思うんですよね、うん、そうですね、まあ、もちろんその手を貸してくれる人ばっかりでもないし、うんうん、関係性も大事にしなきゃいけないでしょうね、うんうんうん、まあ、本当に辛いというか、うん、まあ、複雑な思いだと思うんですよ、うん、そうですね、うんうん、まあ、だからこそ、ね、パラリンピックでああやって結果が出ると、うんうん、まあ、周りへのサポートへの話もね言われると思うんですけども、うんうん、まあ、だからこそその見てる側の感動というかね、うん、共感するのかなと思います、うん、なんとなくですけど、その体が不自由でその体の一部の部分を誰かにこう担ってもらったりとか、うん、そういうのはもちろんあると思うんですが、僕ら健常者も多分きっと忘れちゃいけないのは、僕らも一人じゃ生きれられないじゃないですか、うん、なんだかんだ言って周りのサポートをもらいながら日々生活してますし、お仕事にしてもプライベートにしても、今まで の, その自分の人生過去を振り返った時に必ず誰かの世話になっているっていうのはあると思うんですよね。だそれが、まあ、障害者の方にしてみれば、まあ、自分の体が不自由なところをサポートしてもらっているっていう多分部分だとは思うんですが、
まあ、そこがもまあね、大きなハンディキャップにもなるでしょうし、大変な部分もあると思うんですけど、僕らやっぱ健常者も忘れちゃいけないのは、常々、ね、誰かに支えられてるっていうことは忘れちゃいけないんだろうなって思います。うん、でもやっぱり忘れがちというか、そうですよ、うん、いつの間にかやっぱり忘れてて、それの感謝がしっかりとこう伝わってなくて、これだけね、サポートしてるのに、なんでっていうことにもなったりとか、やっぱりするわけですよ。そうですね。うん、まあ、僕もプライベートの話をすると、最近ちょっとすごく仲良かった友達と、友達というか一緒にビジネスパートナーでやってた部分もあるんですけど、まあ、その彼との間の中で、ちょっと僕の方がしっかりとその人に、その子に感謝しきれてなかったんでしょうね。なんかちょっと雰囲気っていうか、その関係性がギクシャクしてしまったことがあって、うん、だから今小瀬さんがそうやって言われてることをこう自分に置き換えた時に、ああ、うん、自分全然その周りの方々のそのサポートに感謝できてなかったなっていうのが実はここ最近あったので、うん、なのですごく染みるというか、そのこと自体ですね、はい、うん、まあ、感謝っていうのは健常者だと特に当たり前みたいにね、うん、錯覚してしまって、うん、そういうふうになりがちだと思うんですね、うん、まあ、僕はまあ今回ねちょっと周りくどく言ったのは、おそらく障害のある方は感謝の気持ちは当然あって、で分かっているのに自分でできないもどかしさとか、もう本当に皆さんの感謝が逆に大きすぎて、はい、ね、自分にこう跳ね返っていくとか、うんうん、まあ、そういうプレッシャーがあったりとかね、はい、まあ、そういうメンタルの複雑さがあるんだろうなっていうことが、まあ、ちょっと僕が今回言ったら、うんうん、そうですね、うん、なかなかこうテレビでね、パラリンピックっていう話になると、はい、まあ、メダルであったりね、うん、ちょっとそういう、まあ、表面的なところにどうしてもこう偏りがしてるんですけど、うん、はい、なんかこのスマート TV では、うん、違ったところにねスポットを当てて、うん、ちょっと考えていくみたいなっていうのがありまして、うんうん、ちょっとそういうテーマに使わせていただきました。そうですね、うん、僕の価値観としてもやっぱ感謝って一番最初に来るんですけど、うん、実は価値観探しっていうのを前にちょっと来てくれた高田さんって最初の方がいらっしゃったと思うんですけど、あの方ってそういう研修を実はやってて、で自分の価値観を探す研修を実は高田さんにやってもらったんですよ、うん、でそこに来る一番トップの僕の価値観が感謝だったんですけど、うん、にもかかわらずまだまだ感謝ちゃんとできてないっていう現状をもう目の当たりにしてしまった時に、な、うん、ちょっと自分に対してのこうなんか、うん、なんかこう自信というかそういうものを少しちょっとこう、うん、失った部分もありましたね、この前、うん、まあ、ね、割合最近ではありますけど僕もこれパートナー、はい、すぐだから本当ですね、すいません、いつも編集ありがとうございます。そうなんです、まあ、お互いにまたそういう気持ち大事だと思うし、僕はこの実は今度ねいつか特集でしたいと思ってたんですけど、はい、このスマート TV の大きなテーマの一つとして二つ実は考えてて、はいはい、一つは実はその感謝なんですよ。はいはいはい、うんうん、でもう一個は謙虚、この2つをまあ、テーマにしたいと思ってました。まあ、なんでかというと、うん、まあ、今日おっしゃったみたいに人間関係においてこの2つが足りないと、うん、結構トラブルになるって思ってるんです。まあ、逆に言うとこれがしっかりねある程度意識できて過ごしていれば、うん、そんなにね、お互いにぶつかりすぎたり、うん、うまくいかなかったりということは減るんだろう、うんうん、
で、その愛媛スマート TV のそのもっと大きなテーマとしてその愛媛のためっていう部分においてはだからこそその、まあ、感謝あるいは謙虚さっていうのをね、うん、皆さんこの愛媛県民というか、まあ、大げさに言えば県民みんながですね、まあ、その辺の意識を何パーセントかでこうみんなが率上がっていったら、まあ、すごくいいやっぱり今以上にいい、ね、県民の関係性というかレベルも上がっていくと思うんですよね、うんうんうん、こうレベルも上がるですので、まあ、この2つのワードについては、はい、まあ、これはパラリンピックとはまた別に、はい、ちょっと考えたいと思います、うんうんうん、そうですね、うん、まあ、ぜひそんな時は僕と小杉さんはこうやってお話を今させてもらったんですけど、まあね、はい、誰かの意見とかも聞いてみたいですよね、そこに対する。そうですね、うん、周りの方々が どんな風にこうそれを捉えられてるのかとか、うん、まあ、そのじゃあワードからこう想起される自分の価値観だとか、はい、ね、そういうのって多分人それぞれ捉え方もまた違ってくるでしょうし、うん、なのでそういうところの深掘りっていうのは確かにやってみるのは面白いかもしれないですね。うん、まあね、今日はちょっとね、あのパラリンピックもうちょっとがっつり深掘りしたかったんですけど、はい、ちょっと手違いもあって、うん、ちょっと脱線気味ではありましたけど、うんうんうん、はい、まあ、でも感謝と、ね、この謙虚さみたいな、そのちょっと導入のお話もできたし、うん、今日は良かったんじゃないでしょうか。そうですね、感謝の部分は結構あの日本人は、あれだと、外国にも通ずる部分ではあると思うんですけど、謙虚さっていうのは結構日本人特有の部分が結構あったりとかすると思うんですよ。でももちろん向こうの方にもそういうあの精神を持たれてる方もいらっしゃいますし、実際英語で、まあ、うん、初めてご覧になった方はあるんですけど、まあ、大谷さんはね、国際で結構海外に長いことも行かれるので、うんうん、まあ、その辺の文化の違いとかね、うんうん、ご存知かなと思うんですね、うんうんうん、そうですね、まあ、大事に謙虚さっていうのは、うん、イメージ的にも海外の人ちょっと少なそうな気がします、ね、うん、どちらかというとこうあれで、やっぱりちゃんとしっかり自分をこうあのアピールしていかないと生きていけない文化だったりするから、ね、いいことも悪いことも、うん、まあ、両方ありそうですね、うん、そうなんです。はい、はい、そんな感じでいかがでしょうか。はい、ちょうど30分でございます。はい、はい、あ、でですね、なんかちょっと今日やっぱり音声が直接あのズームで、パソコンの方に入ってなかったみたいで、うん、まあ、あのパソコンから出てる音をこのマイクで拾ってやってたんですが、はい、ちょっとあの音声がやっぱりあの実際聞いてる方にあのちょっとプツプツ切れる感じで届いてたみたいなんです。あ、そうですか、うん、まあ、ちょっと後でねアーカイブ残ってる分を、まあ、自分たちも見てみてどんな音声になってるのかちょっと見た上で、はい、はい、あのまた編集でうまく小杉さんがやっていただけるか感謝しております。申し訳ございませんできる範囲で、はい、はい、まだインスタのデータとかもあの、はい、上げておきますので、はい、はい、ということで今日はちょっとあのトラブルもあってうまく放送できなかったかもしれませんけど、はい、あのまたアーカイブの方で、でもですね、はい、あのいい意味で気楽にやることも僕が、うん、次はスマート TV に関して、はい、そうですね、うん、そうなんです、それも、まあ、毎日ですし、はい、まあ、いろんなことを起こるのも、はい、まあ、想定内だな。そうですよね、はい、はい、そう、まあ、どっちかが風邪ひいたりするかもしれないし、うん、そう、ね、できるに越したことはないんですけど、はい、まあ、そういうことも含めて楽しんでいただけたらと。そうですね、今日は一人で頑張りますみたいなパターンもどっか出てくるかもしれないし、もう見てるのも辛いからその時には応援メッセージ欲しいなはい、はい、了解しました。すいませんでした。こちらこそ、ズームでした。はい、ありがとうございます。そしたら、はい、今日の放送はこれでおしまいとさせていただきます。最後まで、スマート TV をご覧いただきましてありがとうございました。また明日、はい、よろしくお願いします。